櫛田川中流域の集落には正月の第2日曜日にどんどきを炊きます。松阪市飯南町にあるこの地区では大小の左義長を師走の第1日曜日に作ります。大きい型の左義長は高さが8メートルあります。今はどんどき保存会の方が作っていますが、半世紀前は中学生が作っていました。中学生たちは河原に1メートルほどの穴を掘ります。その上にトタン板を引いて屋根にします。前日の夕方に中学生たちは集まり、そこで根津の番をします。そして他の地区のどんどきを壊しに行きます。どんどきを壊された地区の中学生たちは壊された左義長を見て呆然としています。どんどきを他の地区の中学生たちから守り抜くことは自分たちが一人前と認められる証となります。壊された地区のおじさんが鎌を持って追いかけてくることもありました。さすがに今では大人が作るので静かなものです。穴の中で焚き火をしてすすで真っ黒になった顔を川の水で洗う中学生は大人の顔をしていました。そんな武勇伝を語ってくれた古老たちも今はいません。小学生が松明に火をつけました。左義長の周りに火をつけます。乾いた笹の葉は爆発的に燃えます。このような行事は全国どこにでもあり、井上靖が小説の「白番場」でどんどん焼きとして描いています。伊豆半島では書き初めをどんどん焼きに投げ入れて高く舞い上がると習字の腕が上達すると思われていたようです。少女が投げ入れた少年を言いやすく「額なり形」と書いた紙が焼けていく様子を井上靖は叙情豊かに描いています。この地区では先端につけた五兵が一瞬に燃え尽きると豊作になると言われています。今年は瞬く間に燃え尽きました。爆発的に燃える笹の葉は一気に燃え尽きて火の粉を漆黒の空にまき散らします。やがて火は竹に移り、竹の中の空気が膨張し爆発を生んだ川田の狭い谷々にバカンシューポカンシューとこだまします。その頃には空が白み始め、人々は焼けた石で餅を焼きます。餅はなぜか甘くなります。この焼き餅を食べると1年間が健康に暮らせるとか